にちは。フェアリーズです。こんにちは。こんにちは。はい、今日は皆さん来てくれてありがとうございます。まずは簡単に自己紹介していきたいと思います。はい、橋田真宏です。今日最後の分3分皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、下村美希です。3分も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ミキミキミスキーダッシュ。はい、井上理香子です。今日のイベント最終部ということで、皆さんの笑顔がもっとたくさん見れればいいなと思ってます。よろしくお願いします。短い時間ですが、私たち一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、野本空です。もう汗がすごいですね、ラウィズはすごく一緒にみんなで盛り上がれる曲なので、すごい汗をいっぱいかきましたが、皆さんももう暑いですか？暑い。もう今のラウィズで結構踊りましたか？本当かよ大丈夫かな？出し切れてないという方は一緒にね、次に、3曲目にね、相思相愛ディスティネーションで一緒に、踊ってくださいね。よろしくお願いします。はい、藤田メディアです。今日は男性の方が多いですね。そうですね、皆さんこんにちはいや、なんかまあお仕事とか学校とか、今5月じゃないですか。5月のねあれがあるんで、何ですか、あれ、ご発表があるので、そういうのを忘れて楽しんでもらえればいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、それでは抽選会スタート。これからもね、このお父さんを愛げるのちょっとしばらく続けてきますんで、メンバーのいろんなことを聞き出していただいたりとか、ツイッターチェックしたりとか、いろいろ皆様ね、メンバーのことをより知っていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ抽選会のコーナーでした。ありがとうございます。はい、抽選会も終わりまして、本日最後の、ね、パフォーマンスということになってしまうんですが、ありがとうございます。ということでね、そうね、なんか高田は最後高田はね、何でか生きてるてんのよ。いや、見覚えてないよ、ちょっとさ、いいよ、ラフにさ、やっぱ予約イベントだから。そう、そうだよ。あのね、そう、今、って言ってくれた方はぜひ明日もね、イベント来てくれると嬉しいなと思っておりますが、になります。そうそう、ディスティネーションという曲なんですけれども、皆さん楽しみですか？イエーイ。この楽しみですかっていう振り間違ったんです意味が分かんなかったもんね。すごくアップテンポでちょっと激しめな感じの曲になっているんですけれども、新しいフェアリーズの顔を見れるような曲になっているんじゃないかと思います。そして最初にね、一番最初にドキュンドキュンのところで2人ずつで意外と可愛い動きをしているみたいな。あれでブリブリを追求されたんだよね。そうそうそう、ブリブリの時にね。そうそう、ちょっともともとの振りが違ったんですけど、そこからね、かなり、あと1列2番のサビでジュースになって、あ、みんなそれぞれ、あ、そうだ、誰を選ぶのエスプレモーション、多分一周過ぎて分かんないからさ、ちょっとやってみようよ。やだ
やめない、買わなくていいよ。どれやればいいの？せじゃあとりあえずせーのでやります。一番最初の、一番最初のやつやつとか。いくよ、はい、せーの。シュールだな。シュールだな。真宙なんだかわかんないよ、多分これ。悪魔の悪魔。槍を持ってるの。すごい分かりにくい。伊藤さんは中二病。中二病。待って待って、こっちから紹介していくじゃん。というよくやってるよね、そうなんですよ。その話置いといてね、中二病。中二病で、本読んでるんだけど、ちょっとなんか分かりづらいって言われて、今はこうやってる。何それ？それも意味わかんない。これも意味わかんない。これが分かりづらいから、こういうしてってなって、でもそれも。こうマイク片手でこうやってんの意味が分かる。ゴンドレじゃん。誰を選ぶのラブエモーション。なるほどね。学んだ。じゃあこれやる。今決まってもね、あくまで。だから私なんか前が違うんでやってんの。あのさ、回すやつがいい。私も回すやつが好き。思い出した。一番先に思い出したの。もう一回行きましょう。せーの。でもここポーズって言われてるから。だからいいの。歌って。せーの。誰を選ぶのラブエモーション。もうちょっと前から。ちょっと早かったのね。もうちょっと回してた。まあとりあえず何をやらないか。やんないよ。何をやってるかっていうのはもう分かったと思うので、ちょっとこのくだりが長くなったので、早速ね、もう次の曲に。やりません。振りを。まあ楽しみたい。振りを、リカゴさん、まあ、期待しますけどね。さあ、それでは、新曲披露したいと思いますが、皆さん、聴く準備 OK ですか？ OK！ それじゃあ聴いてください。相思相愛、ディスティネーション。